資料にもありますが、本日の講師の方をご紹介させていただきます。低試合セネター68725佐藤修一郎先輩、皆様お分かりですか。今先輩と言いましたが、佐藤先輩は JC の OB でもあられます。そしてセネターという JCI での資格をお持ちの方です。話は戻りまして、1968年に大阪で生まれ、現在歯科医院を経営されております。また青年会議所の経歴では、2001年に大阪青年会議所に入会し、翌年の2002年には日本青年会議所に出向しています。そこから日本青年会議所にて数々の委員会に所属し、2008年にご卒業されました。現在もセネターとして各地で講演セミナーを行っております。それではご講演いただきます。ありがとうございます。佐藤です。大阪から、来ました、病院は今日は午後から休診です。今年48になります。4回目の年男なんて来るんだなと思ったら、普通に皆さんにも漏れなく来るはずなので、それまでの間に、勉強してやりたいことをやって思いっきり実施してほしいなと思ってます。で、5人奥様来ていただきました。ありがとうございます。なんで、それぞれの旦那さんが夜いないのかと、休みの日になるとどっか行っちゃうと、なんかよく JC の説明してもらってもよくわかんない、当たり前ですよ。本人も今さっきね、理事長の挨拶ありましたけど、僕もそうでした。どう説明していいかよくわからないんです。決して間違っていることをしているつもりは一切ないんだけど、でも目と向かって説明しようとするとよくわからない。で、今日は7名の入会するのかな、していただけるのかわからない、まだメンバーになる前の段階の方が生きていらっしゃるんですけども、僕の時はこんな説明してもらえませんでした。32の時に高校の担任だった先生が、クリニックに来まして、佐藤、これに名前変えて反抗して彼だけ貼っとけって言われて入ったのが JC でした。一切説明なしです。で、説明も受けなかったので不良メンバーでして、入会式にも行かないと、合宿も行かないみたいな、で遊びの会っていうか委員会なんか会議やって、その後懇親会ってお酒飲みに行くっていうのも大好きで、その年の最初のアジア太平洋会議が韓国であったんですが、もうなんか遠足気分でしたね。完全に最初の1年2年ぐらいは全然よく分かってなかったです。で、2年目に、日本行ってこいということで行かされました。で、行ったらそのまま、3年03話をお断りしたんですが、4,5,6,7,8 とずっと日本行きっぱなしで、大阪ではこういう人のことをボイジャーと言いまして、もう地球からポンと出されて帰ってこれないんですね。大阪に帰ってこなくてもいいよというような。で、余談なんですけど、2003年一緒に行こうよと言われたのに断ったんです。仕事したいからいい、ちょっと今年は勘弁してって、8年間させていただいた中で唯一断ったんですが、その断ったことを今でも悔やんでます。JC の世界でははいかイエスかって言われるんですよ。断るってことはなくて、断る選択肢はないんだよ、君っていう人を見込まれて君に声がかかったんだから、はい、喜んで答えなさいって、教わったんですけど、この年僕ノーって言ったんですよ。あれは最悪でしたね。僕の中の決断の中で最悪の決断だったと思います。つまんないことをしたと思いました。ずっと一生懸命いろんなことしながら、やって2007年ぐらいかな、JC のやり方が僕間違ってたんですよ。うまくなくて、大阪でも役を受けて、でここで日本でもこれまた行ってちょっと役を受けたりなんかしてたら、仕事全然しなくって、病院はなんか僕ドクター僕だけなんで、
僕いないとこうお金一切返ってこないんですね。患者さんも来ないし、ね、会計士さん年末にびっくりしました。僕の年収が稼いでお金と、ね、みんな、従業員さんの給料払ったり税金払ったり全部したら年間の僕の収入が50万だった。それぐらい税収してました。この時には多分1500からもうちょいあったと思うんですけど、毎年なんかこうね1000万近いお金をこう自分で趣味のために使ってたみたいな感じだったんですけど、そこではなんか本当に自分の時間を潰して練習するみたいな一番間違ったやり方をやってました。でそこからね考えたんですよ、どうしようかなと思って。でもうやっぱり根本っていうか根っこのところっていうか一番ピュアな部分だけやっぱり真面目にやろうと思って、仕事でね、で自分の仕事を見返して、あこれってもしかして自分の中ではやらなあかんって思ってるけど別にこれもしかしたらどうでもいいことちゃうのってこだわってたけどっていうのを全部整理して、卒業の年から仕事頑張るようになりまして、卒業の年が前年対比170で次の年が170で3年目が 140% ビュービュービュッと上がっていくようになりました。でどうなったかというと、ね、連続で税務署来ました。大変です、ややこしかったです。ちゃんと、みんなに、言えるようなぐらいお仕事ができるようになったんで、あこれはもう弟子のおかげやなと思ってます。でいろんなとこ行って、ごめんなさい、僕の上げたデータがおかしかったんで、ここ2013年です。手放して3年目なんですけど、手放したのは間違いだったなと思ってます。はい、で何をしたかというと報奨ということをしてました。素晴らしいプログラムプロジェクトを知りたい、でそれを集めてみんなに見てもらいたい、ですごく素晴らしいものには賞をあげましょう。素晴らしい行動を取った人にはやっぱりみんなの前で褒めてあげてね、テンション上がるモチベーション上がるようにしてあげましょうということ で世界中日本中からいろんな事業プログラムプロジェクトを出して、もらってそれを拝見して、世界中からは同じようなものを拝見して、誰に賞をあげよう、どの事業どのプログラムに賞をあげようかということをしてたんですけど、まあ、このぐらい年間このぐらいのことを見てました。ポータルでずっとやってたんでものすごい体験しているんですけども、でちょっとずつ気がついたことがある。それやりつつ原稿を見るんですけど結果ないよねっていうことにまず気がついて、やったことしか書いてなくて何ができたかどうかは書いてないよね、書いてないよね、もうそれおかしくないって思い始めたんです。やってる間にで原稿を作ってもらいます。でも作り方がよくわからないので、赤ペン先生とか、こう文通するわけですよ、ネットで。で、ちょっと直しては返して、書いてもらっては直しては返して、みたいなことをしているときに、だん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 分かってきたことがあるんです。記載、書かなければいけないところがあるんですが、やった日はね、もう分かるよね。いくらお金がかかったかも分かる。で、タイトルも分かるんだけど、でね、目的書いてっていうと、目的書けない。担当者の人に、じゃあここまで書けたら、次は目的を書いて、いついつまでに、あさってまでにちょうだいって言ったら、1週間たっても返ってこないんですよ。で、結果を書いてって言うと、もっと返ってこないね。これでまだ1週間かかっちゃうわけですよ。で、考察。目的があって、結果があって、これにつながってるんですけど、結果に基づいて考えたことっていうのは、ここがないからと書けないんですよ。これなんで書けないんかなっていうのが僕が JC とは何ぞやとか運動とは何かっていうことに気がつく、あるいは心が奪われる瞬間でした。で、さっきね理事長ともお話しして自分の中の JC こうだっていうのを、まあ、僕も聞かれてお答えしたんですけど、すごくしっかりとした JC 感があって間違ってないし、その思いは
みんなにそれを分かってほしいっていう思いを持っている理事長がいるってことは、今日本に696かなある、青年会議所の中でもとても幸せなメンバーさんだと思います。授業ということをします。我々は、外に向かって何かプログラムプロジェクトをして、聞いてもらう見てもらう参加してもらう体験してもらうことをするんですが、何のためにしてるんでしょうね。まあやれと言われたらやりますみたいなこともあります。僕も最初、ある理事長候補者からお声をかけていただいて、十何年ぶりにこの授業を復活させたいと。そのためには英語が喋れるやつがどうしても必要やと。お前に委員長やってくれと。でもこれやるのはこれだっていうのがあって、と思ったんですが、その時はそんな複雑なことも考えてなくて、って言われたからやろうかみたいな感じでした。続けてきたことだからやらなければならない。本当にそうですか。やらないとダメだからやってるんですっていうね、よくわからない理由、対案ね。じゃあお前はじゃあもっといいアイデア出せよって言われた時に出てこないね、アイデアない、じゃあしょうがない、やるしかない。じゃあそもそも、いや俺別にやりたいことないんですよ、だからやれって言われたらやるだけなんです、別に不真面目でもないんです、やる気がないわけでもない、自分の中はそんなに誰かに言いたいことっていうのははっきりとないから、これやってって言われたらそれやるだけなんです。まあ若気持ちが分かるんですけどね、人によっては耳の痛い話で、場合によっては即死します。むしろ OB 受けてますけどね、悶絶する人いるでしょ。結局事業のね、地域開発型の事業を受けてる院長さんとか青少年の院長さんなんていうのは、もしかしたらやばい、なんか違うことになってきたみたいな話になるかもしれないんですが、今日なんで来たかというと、皆さんの心の中にある、今理事長ともそういう話をしてたんですけど、疑問点、引っかかってる点、もやもやしてる点、謎な部分、この辺にこだわってるとことか全部ぶち殺しに来ました。もうそ